はいどうもこんにちは、リッチです。さあ今回は最近正式リリースされたスノートピアというゲームを遊んでいきます。まあ、最近ね寒くなってきて一部地域で雪も降ってるらしいんですけど、まあ、このゲームはね、まあ、その雪景色に合うようなねスキー場を作ろうというゲームですね。さあとりあえずまあ昔ね何年前だろうかちょっとやってはいるんですけど、ね、覚えてないんで適当にいい感じの塩梅のマップでやってみようかな。難易度とかもあるんだよね、まあ、マウントアルファでいいかな。これやった記憶あるんですけど、さあ基本的にはね、まあスキー滑るコースを作るわけなんで、チュートリアルねこれやりますけども、でいきなり最初翻訳されてないですがちょっと不安ですね。さあそうそう始めよう。あ、ここちゃんとしてますね。いや、こんな何もない場所で何やってるんだ？迷子になったのかいと。この辺りには雪しかないぞ。うん。スキーリゾートを作るのが君の夢なのか。それならいい場所へ来たなと。すごいね。それで身一つで。ね、資本家ですね。まあ、でもいきなりなんかあるけどね。ここに繋げていくんだよね。さあ、まずこちら右下ね。ゲームヘルプを開く。右下のアイコン。これかな？これ操作始めようが終了ですかね。うん。さあ、これなんか仲間紹介してくれてスキー場の作り方を教えてくれるんだよね。手を借りられるぞと。待ってればいいはずです。さあ、来た。あなたを手伝うためにチームのみんなが志願してきたわよと。で彼らが仕事を始めるために資材と物流が必要。ビルダーのロッジが機能するようになればスキー場の残りの施設を建てられるようになるよと。さあまずね建設メニュー、これ画面の一番下の真ん中のところですね。でビルダーのロッジを建てようと。これね、ビルダーと、こう、名称合ってないですけど、一致しないですけどね。建設業者のロッジのことですね。まあ、つまり建設する場所だよと。これはどこ、失うものは何もない、建てるだけと。すごいね。お金はかからないんですね。で、これをね、回転はするのこれ。R でもないな。ヘルプです。これいきなりヘルプです。何キーでしょうかと。建設で、これクリック。回転は回転。特に、ね、回転が書いてないですね。キーの説明ないのかな？さあ、これ多分回転いらないですね。ちょっとつながります。この中に置いちゃってもいいのかな？この辺に置けば多分問題ないと。あ、でも、裏から来るよね、ルート的に。だここかな。あまり影響を与えないような位置。あ、で置くときに回転しますね。はい。もっと真ん中でよかったかな。さあ、始めましょう。あなたの最初の建設現場は準備万端ですよ、と。さあ、散歩を見てください。素晴らしいスキーリゾートが生まれるところを想像してみるの、と。こうね、うん、見れなかったですね。新しいやつ来てよ。リフトとゲレンデがあればそれだけで俺は幸せなんだというね、クレイジー野郎。どれだけ頑張ってもスキー屋が来てくれないならアクセスポイント、ゲレンデ、リフトの接続に問題があるはずだと。まあこれを作るわけだね。アクセスポイント、ゲレンデ、リフト。さあリフトを設置する。建設メニュー開いてリフトタブ。うん。でもここのことやね。スキーリフト。でゲレンデを立てると。ゲレンデタブ。これね。まずはリフトで。これ全体がもう建設なのか、そもそもね。それぞれカテゴリーがもう分かれてると。これで。まあ、上に向かっ
っていくような感じかな。まずこっちじゃない？じゃあこれこれ傾斜とか距離とかもあって、まあはいはいはい、わかりました。じゃあこっちかな、もう緩やかな方にね。これくらいならまあまあ落ち着いてるよ、落ち着いてるんじゃないかなと。でここはもう長いんで、まあ、ここね。さあ進んでます。さあまずこれで下からね上に上がれると。で次は滑るわけなんで、もうゲレンデ置けるかな。で狭いゲレンデ、狭い、短い、狭いだよね。狭い中くらい幅広のゲレンデと。だコース幅が8メートル、12メートル、18メートルなんですけども、これで行ってみるかな。いや、まあ、真ん中にしようか。これでどういうコース作るかみたいなこと。例えば、こうね。こうしたら、難しいと。で難易度はね、いろんなやつがあった方がいいと思うんですけど、これむずいな、多分。これむずいぞ。簡単にならないですね。赤いとかどうしてもできちゃう。急すぎるのか。まあでもこっちがあるからね。いや、ここがむずいだけなら。あ、ほらほら、こうやってやれば落ち着くでしょ。まあこれも中級だよね、言うてね。この下通れないのかな。で、ここでいいんですかね。こっちじゃないかな。帰れるかな。まあ、できたっちゃできたけど。さあ、進めよう、進めよう。さあ、まずこれで上に行けるぞと。で、完成。で、次、最初のスキー屋を歓迎すると。ちょっとね、強制的にこうつなげるためにね、2つ並べました。やっぱここつながってないですね。で、なんか後から置けそうにもないみたいと。でなんか服の色で、なんかね、上級者かどうかみたいなの分かると思うんだよね。最強に降りてくる。中にはかなり下手くそなやつもいるけど、てんてんてんと。これで振動らしい。で次ね。ゲレンデトリフトがあるのに最悪の日になるとしたら何が原因だと思う？じゃあ教えてあげよう。退屈だよと。スキーに行こう。きっと楽しいよってみんなよね。やりたい活動できるようにするってそんな難しいことかなと。うん。ほとんどのスキーヤーは自分の腕前に合ったところで滑りたいと思ってるし、基本的なサービス施設で満足するんだと。ゲレンデ緑を2つ立てるか。これ青なのかな？いやこれ青だよね、多分ね。青い人が言ってます。でもこれ逆にこれ上なんだよね。振動が赤だぞ、欲しがってんの、今。どう見ても。さあ、でも行ってる行ってる。みんなもこの服の色で分かるね。なるし、まあこの色合わせに近いのかな。どのレベルが来やすいのかみたいな。今作ろうと思ってんのは、ちょっと短めで、こうさーって降りてくるようなところにしたいから、想定とは違うんですよ。まあで緑色作れって言われてるんで、合うは合うんだけどもと。なんてこれいけないかな。いけない上の方に。え、うまいやつ上いけるっしょ。まあまあまあ、簡単に降りようかな、じゃあね。あれ、これですら、難しい。いやでも赤いの一瞬でしょ。でもこれで緑色なんだね。こうか。いや頑張っていこうぜ。はい、これはまあ割合的に緑なんだね。うん、さあこれ最初の難関からあとはもうね、余波で行くだけと。
あ、これ青ゲレンデを滑るとか、あ、スープバーが欲しいよとか。2箇所は無理ですね。1箇所しかない。こういう、まあ目的があると。何も行けなさそうだな。あ、さあ、あ、初心者も来てんね。ないから来てなかったのかな、もしかしてね。だとしたら赤ないんですけど。赤暇そうだね。赤ゲレンデないんですよね。どうした？ありますよ、これほら。どうぞ。開放してますけどね。なんか行けないみたい。トラップゾーンみたいになってるけど。さあ、ちょっと開放する。どうぞ。閉鎖して開放するよ、一旦。コンディション。ああ、これメンテナンス関係ないか。さあ、滑らないですね。どんどんここに人が吸収されていくんですけど。青もちょっと来るね。なんか怪我してる？初心者スキーヤーを選択する。あ、そっか、2つはできたのか。この進んでいいんですか？やばいとこありますけど。さあ次、サービス施設ですよね。スープバー欲しいとか言ってたけど。サービス。これですね。ここじゃダメなんだね。ここじゃ、3つじゃ並べよう。3連星ですね。さあみんなが、スープバーに寄ってたかってきていると。でこちらが、高知屋台コーヒーかなんかですかね。で最後のがサングラスショップと。あ、みんなつけてきてますけどね。何用なんだろうか。あ、滑ってるなって思ったらこっちっぽいね。でも、もともと滑れてないから取り壊せばいいや。救ってあげよう、君たちを。これ赤になっちゃった。赤になっちゃいましたね。滑れないのが問題なんでしょう。複数用意すればいいでしょ、とりあえずじゃあ。OK、ほら。どれかいけるでしょう。2つあります、ここに。赤用とね、緑用であるよと。せっかく来てもらったんで、ここに吸収しておくのはもったいないですからね。朝できたのかな。訪問者は適度に休息を取らないといけないと。さっきのサービスのことだよね。で次、ボランティアの管理と。何を優先させるべきなのか、君が決めるよと。とりあえず行った行った行った。ああ、ちょっと怪我したのかな。こっちもできたけど、どう？めっちゃ疲れてる、こいつら。初心者がちょっとね、機能不全になってますね。こっちはいけるみたいだね。大変なことになってます。じゃあ、スキーレの安全性ね、もうないようにしか思えないけど。パトロール、圧雪車で、整備士。メンテナンス施設のボランティアはスキー屋の救助。などなどしてくれると。ね、もう今すぐ必要です。死にます、あの場だったら。パトロールかな、だから。この辺置いとけばいいですよね。じゃあ、パトロール、整備士、アステッチャーと。スキーヤー、あ、ほら、待ってます。救援待ち。あ、でも帰ってきたよ。あー。帰ってこい。頑張れ。さあ、みんな青が行くね。初心者のルートかな。ここまずいっすね。初心者ホイホイです、完全に。スキーヤーの満足度ですね。新人たちは非常に低いみたいですね。
13完走 0% まあそもそも滑れてないですからね、これ来なくなっちゃうんじゃないかな。で新しいのはこういろんな感想を受けて増えていくって感じだよね。まあでもまあそれぞれある程度決まってますけど、例えば歩く厄災っていうタイプの初心者タイプもいると。だこれらをね満足させていくわけですよね。で振動は一応滑ってはいるのか。で僕は先行より速いぞとね、じゃあスキーやめた方がいいと思うんですけど。で最後に評判ですね。これも大事なので安心感はまあ評判とはまた違うか、低いとでも事故が起きると思うんで評判にはかかってくるよね。もうちょっといじれますけどね。そうなるとさあこれ合体して、まあ、初心者になりましたね。いけるかな、来るかな、ちょっと見ようかな。初心者も来なくなっちゃった気がするんだけど、どうですかね、来ますかね。評判、あ、これ溜まっていくのか。マックス5万貯めていくのかな。あ、やっぱほら変わっちゃったんでね、今ね、やつら困ってます。これも2ついけるよね。ただめっちゃむずいのいけないかな。うわー、無理か。途中でなんかコースを変えないといけないね。これじゃあ難しくならないね。難しさは求めてきてるからしんどいと。いや、いけるいけるいける。こうよ。あれ上に行っちゃうのか。これならまだ青いな。あれ一応向かって行った行った行った。こういうコースもあるよと。そこで二度おいしい。あ、そう、初心者来てます。最後に見よう。君たち滑ってるシーンを見たいんだと。さあ、いける？いける？君たちいける？お、お、お。お、いった。危な危ない危ない、君危ないよそれ、その角度。これさ、最初めちゃくちゃ危ないよね。総合では初心者向けだけど局所的に難しいよね。オッケーオッケー、さっき滑れたね、よかったねと。さあこんな感じでね、スキー場を作っていくと。めっちゃ、あ、これ問題ある行列ここだ初心者やっぱいっぱい来るもんね。だどれが人気かによってちゃんとコースを作り変えていかないといけないと。